Why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. では激辛ジョニーですけど、もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。あけましておめでとうございます。ということで、今回ですね、東京都荻窪にあります多国籍バルデスパシートさんにやってみました。こちらはですね、いろいろなね、あのスペイン料理とかロシア料理とかいろいろあるんですけれども、今回ですね、こちらの一番人気メニュー、パエリアの激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。そのメニューがですね、ファイヤーパエリアということで、いかにも辛そうな名前です。実際ね、どれくらいあの辛いのかちょっとよくわからないんですけれども、完食者0名ということで、さあ皆さん、こちらのファイヤーパエリア、いまだかつて誰も食べたことない激辛メニュー、果たして今日はどんな激辛と巡り合えるか楽しみでございます。それでは早速中に入っていきましょう。大丈夫、辛い、辛い、味見したらめっちゃ辛かった、めっちゃ辛い、うわ、めちゃくちゃ辛い、これ入るかなと、これも入んのそうそうそう、どうなっちまうんだろうとんでもねえ、ファイヤーファイヤー見た目めちゃくちゃ美味しそうですけども、はい、これやばそうだね。しかもこれ鉄板に入ってますから、これ熱々でございます。いただきます。さあ、ファイヤーファイリア、お手並み拝見ですよ、ということで、じゃあね、早速いただきましょうか。いただきます。なるほどなるほど、ファイヤー、これはファイヤーだ。でも食べた瞬間にこう顔の周りがブワーってこう熱くなるけど、でも美味しい、ちゃんと美味しい。辛い。ともみさん、これ一口ちょっと食べてます初、ちょっと初、この外側、はい、はい、美味しいけど、人生初、お水飲んで癒してくださいはい、このともみさんは、僕のグッズを作ってくれる、はい、方なんで、ともみさん、はい、辛いYouTube もやってるんで、はい、ちょっと概要欄にチャンネル登録、はい、貼っておきます。はい、うん、うん、おお、見た目以上に結構辛いからね。うん、おお、おお、このチョリソーもこのビリビリ、はい、すごい。うん。パエリアがこのどこを通ったか分かるぐらい、ちょっとこの辺が少なくて、これで2人前ですかね。そうです、これ2人前、
パイヤ。やりすぎ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 。辛いんだ。辛いの。口痛いの。でもね、スプーンが止まらないんですよ。美味しい。デリシャス。デリシャスファイヤー。おこげが美味しいんですよね。よく炊き込みご飯でね、おこげは俺のものだっつって。ね、よく兄弟とかご家族で取り合うことありますけども。このファイヤーパエリアを頼めば、その美味しいおこげをね、独り占めできるということで、たまりませんなと。ちょっと熱いな。すごいよ。ここはサウナですかと言わんばかりに、私の汗が止まりません。はい。よし。これ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。デスパシートさんのファイヤーパエリア辛さレベル、じゃらららら、じゃん、辛さレベル 8.5 です。おめでとうございます。はい、いやー、これはね、文句なしの激辛メニューでございます。完食者第1号とさせていただきましたけども、申し分ない激辛だ。これはもう口からファイヤーが出ると言わんばかりの激辛料理でございます。大量のカイエペッパー、アルコールペッパーでね、まあ、いろんなこの唐辛子を、パウダーを加え、さらにね、さまざまなスパイス、ニンニクとかも入りね、非常にニンニクの風味も、香ばしくて美味しかったです。辛いんだけど、なんかスプーン進んじゃう、そんな不思議な、パエリアです。ちょっと辛いとね、僕しゃっくり出るんですけども、今日もね、このしゃっくりは止まらない、それぐらい辛いんで、辛くないパエリアもありますし、このファイヤーパエリア、食べる前にね、まあ、ちょっと牛乳とか、乳製品をお腹に入れて、挑戦するとですね、胃をですね、腰の刺激から守ってくれてね、牛乳とか、ぜひ飲んでみてください。でこれ、メニュー表にはなってないけど、この、まあ、裏メニューで今後やっていく、シークレットメニューということで、ファイヤーパエリア、ぜひね、この動画を見て、ファイヤーパエリアくださいと言っていただければ、このファイヤーパエリア出てくるんで、とんでもねえぞと、とんでもねえファイヤーパエリア、あなたは食べれますか？ぜひ挑戦してみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。